1966の周辺地図、ニューポートの主観候補生学校で行われた2005年6月23日の卒業式、ニューポート海軍基地は、ロードアイランド州のニューポートとミドルタウンにまたがるアメリカ海軍の基地である。ニューポート海軍基地の中には、海軍大学校と海軍司法学校がある。かつては、大西洋艦隊巡洋艦駆逐艦部隊の母校だったが、 1970年代初頭にノーフォーク海軍基地に移転した。ニューポート海軍基地では、現在、海軍と沿岸警備隊の休止中の船舶を桟橋施設で管理している。2005年のブラックでは、ニューポート海軍基地は500人以上が増員され、士官候補生学校、海軍補給隊学校や陸軍予備軍の一部の部隊を受け入れた。ニューポート海軍基地は、 入居している司令部や来訪する艦隊の活動を支援するために必要な施設やインフラを提供している。海軍訓練所アメリカが州国海軍省が正式にニューポート訓練所を設立したのは1883年のことだがロードアイランド州と海軍との関わりは1870年代後半にまで遡る。同訓練所は男子燃焼者に対し 10ヶ月間の教育を行うことを目的としていた。当初は750人の学生が水上で訓練を受け、1887年には陸上へと完全に移行した。南北戦争の間、紛争地に近いメリーランド州アナポリスにある海軍兵学校が一時的にニューポートに移された。コンスティチューション、サンティー、ジョン・アダムスなどの訓練船も、 北軍の士官候補生の訓練のためにニューポートに移された。ニューポート歴史協会は次のように書いている。1914年に第一次世界大戦が勃発すると戦争への最初の準備が始まり、訓練所は駐屯地に拡張された。1916年までに7215人の兵士が駐留し、ニューポートには歌士官学校、信号学校、 病院部隊訓練学校、商工学校、音楽隊学校、消防士学校などが開設された。1917年4月にアメリカが正式に第一次世界大戦に参戦すると海軍基地は1万人の収容人数を増やす権限を得た。仮設の弊社、食堂、補助施設がコースターズ島のキャンプサドラーとキャンプパーマーと呼ばれる2800人の新兵のための テント村に作られた。1917年に兵役とクレー法が施行されると、毎月平均1万5000人の男性が訓練を受けるようになり、また、女性は徴兵の対象外であったが、この頃から海軍に入隊するようになった。これらのことにより、この基地はさらに拡大した。第一次世界大戦中、ニューポート訓練所は、ここで訓練を受けた。 何千人もの海軍予備兵や6万5千人の水兵を海に送り出した。1919年には同性愛者に関する調査に橋を発するニューポート基地性的スキャンダルがあった。本基地はフィラデルフィアの非活動船保管施設に向けて栄光される前の空母、ホレスタルや退役した後のサラトガが母校としていた。2014年5月8日、 ネーバルシーシステムズコマンドは、テキサス州、ブラウンズビルの ESCO マリーン社が、サラトガオイッセントで、買い取り解体すると発表した。現在、退役後、同基地の第二不当に係留されている空母、ジョニー・ケネディを、ロードアイランド航空ホール・オブ・フェームが引き取る予定である。ニューイングランド海軍病院が健康管理施設を提供している。ありがとうございます。